次に平沼武雄君。日本維新の会の平沼武雄であります。まず私から台風26号で尊い命を失われた方々のご冥福をお祈りしたいし、また被害をお受けになった方々に心からお見舞いを申し上げたいと、このように思っている次第であります。で、日本維新の会というのはご承知のように、是は是、非は非というスタイルでいきます。まあ、野党でありますけれども、衆議院で53人、参議院で9名で62名の所帯でありますから、我々は与党自由民主党の政策でもいいことであれば喜んで賛成をさせていただきたい、このように思っているわけでありまして、またどうしても矛盾があって反対すべきは野党として反対をしていかなければならない、とこのように思っているわけであります。秋季例大祭の初日に私は靖国神社に行かせていただきました。例年より非常に人が多くて156名の現職の国会議員が参列をし、代理を含めると優に300人近い人数が集まったわけでありまして、礼拝殿のあの広間では収まりきれずに、脇の全部にも国会議員が出てお参りをしたわけであります。安倍総理の真榊もお供えがあったわけでありますけれども、私は何か寂しい気がいたしました。やはり私どもと考え方が同じ安倍総理というのは、心から靖国神社の英霊にお参りをしたいというお気持ちがあると思うんですけれども、まあ、今回も見送られた。また閣僚も2人しかお参りをしていない。私は残念です。あそこに新藤大臣おられますけれども、たまたま朝7時半に出発するときに同じエレベーターになって、まあ、モーニングを着て立派な姿で頼もしいなと思ったわけであります。まあ、そこにいる古谷大臣もですね、その翌日にお参りをした。まあ、彼も新聞記者の質問に対してはですね、国に準じてくださったご英霊にやはり、哀悼の誠を捧げるのは当然だと、まあ、こういうことを言って、まあ、毅然とお参りをされたと、こういうことです。私は安倍総理も心の中でお参りをしたいなと思っておられると思いますけれども、まあ、諸般の事情で、まあ、今回は見送られたと思いますけれども、まあ、必ず、お参りなさる、まあ、こういうことを信じているわけでございまして、まあ、私は毎年必ずお参りをさせていただいておりますけれども、そういう意味で今後安倍総理のお参りを心から期待をさせていただきたいと思います。で、今日はまず憲法の問題についてお話をさせていただきたいと思っております。これは釈迦に説法になるかもしれませんけれども、私が一番問題にしているのは今の現行憲法の成立過程なんです。これはまあ総理自身も熟知していると思いますけれども、マッカーサー最高司令官が日本に来たのは昭和20年の8月30日でした。そして10月にはポツダム宣言に乗って憲法の改正をしろ、まあ、こういうことで当時の日本政府に言ってきたわけであります。で、これを受けて国務大臣の松本丈司博士が作業に入りました。そして翌昭和21年の、まあ、暮れに日本の大新聞がスクープをして松本国務大臣の公案、乙案という私案というのは以下の内容であるというようなことを発表した。そして年が明けて2月に松本丈司博士から松本丈司博士が拒否されたときに、どういう理由で拒否をしたんですかとこう尋ねたら、もうお前らには一切任すことはできないと、我々が作ると、まあ、こういうことでですね、
まあ、2月12日までに作れという若狭元帥の指令がありました。皮肉なことに2月12日というのはアブラハム・リンカーン大統領の誕生日です。まあ、それまでに作れという形で民政局の、まあ、10人の陸軍の将校と4人の、まあ、海軍の将校、それに、まあ、民政局のスタッフ、まあ、24名で約1週間で英文ででっち上げたのが今の現行憲法であった。これが歴史が証明しているわけであります。で、リンカーン誕生日の2月12日にできたら、13日に当時おじいさんだった吉田茂先生が外務大臣を、まあ、麻生先生のおじいさんだったですね、吉田茂先生が外務大臣をしている麻布一米朝の外相官邸に乗り込んできて、カーボンコピーの英文の草案を見せて、俺らは空気を捨てるから、庭に出ているから、これを吟味して、返事をしろと、こう言って庭に出ていった。まあ、その時には偶然かどうか知りませんけれども、超低空で B-25 爆撃機がその校庭の上を飛んで、まあ、威嚇をしたような状況でありました。で、松本ジョージ博士と、そして吉田茂外務大臣、それにスタッフが見て、あまりの内容に収拾狼狽をした。こらえを見計らって帰ってきて、そして、まあ、恫喝に等しい言葉があったわけです。これを飲まなかったら、天皇を戦犯にする恐れだってあるよと。だから、いかに連合国最高司令官といったって、我々は限界があるんだから、よその国は天皇を戦犯にしろと言ってるんだと、この憲法を飲んでくれたらそういうことにはならない可能性があるし、また一日も早く日本が自主的に独立できるんだ、まあ、言ってみれば天皇陛下で恫喝をして自主独立で開示をするようなことを言って、まあ、やむなく飲んだという経緯があるわけであります。冒頭私は成立過程を問題にしていると、まあ、こういうことを申し上げたわけでありますけれども、やっぱり国の基本法たる憲法というのはその出自が大切であります。ですからやっぱりこういう歴史的過程を取った憲法というものは、やはり総理このことはよくご存知だと思いますけれども、やっぱり法治国家の日本で国会議員をしておりますから、憲法を守ることは当然ですけれども、しかし96条というのがあって改正規定もあるわけですから、自由に、まあ、その批判も述べていいと私は思っておりますので、この成立過程に関して総理の所見をお伺いをしたいとまず思っています。安倍内閣総理大臣。まあ、成立過程においてはですね、まさに日本が占領されていた時代でありますし、日本が降伏してからあまり時間が経たない中において成立したのは間違いがないわけでございます。委員がご指摘のようにですね、まず松本担当大臣のもとに日本の案を、まあ、公安、発案を作る中においてですね、確か毎日新聞の西山隆三記者がですね、これスクープをするわけでありまして、でこのスクープを見たですね、GHQ 側がもはや日本側に任せておくことはできないという中において、今おっしゃったようにホイットに民政局長、そしてケイディス次長がですね中心になって、これを、まあ、2月4日にこれを作るように指示をし、そして出来上がったのが12日とこう言われているわけでありまして、まあ、ちなみにそのリンカーンの誕生日、ホイットに、民政局長はこのリンカーンを尊敬をしていたというふうに、まあ、言われてまいるわけでございますが、極めて少数、そして、まあ、憲法の専門家、そして国際法の専門家は一人もいなかったというのがファクトであろうと、このように思うわけであります。この成立過程についてですね、これを
成立過程が問題である、あるいは問題でないという議論が当然あるとは思いますが、しかしこの事実についてはですね、当然認識をしておく必要はあるんだろうと、このように思うところでございます。委員長。ひなりもが武雄君。正しいその歴史過程に関するご認識をお持ちだということで、私も安心をいたしました。私は出るまで2回落選をして、3度目の正直で衆議院に当選をして、自由民主党で真っ先に憲法調査会に入りました。しかし当時の自由民主党というのは、私は改憲政党だと思って入ったんですけれども、護憲派が中にだいぶおりまして、そして、カンカンガクガクの議論の中で、大変怒鳴り合いをしたりなんかした経験も持っているわけであります。で、護憲派の主張を聞くと、戦後一貫して、この現行憲法の下で平和に過ごせたんだから、この憲法はいいんだというような論旨でありました。で、私はその論旨に非常に残念だったわけでありまして、成立過程のことを一生懸命言ったことを覚えているわけでありますけれども、世界広しといえども、このような強権でもって押し付けられた憲法を持っている国っていうのは、私は皆無だと思っております。で、そういう中で、やっぱり日本は独立国なんですから、自らの手になる憲法を作るべきだと、こういうことであります。私が当選した当時は、国民世論も5割を切る改正の意見がありましたけれども、現在は6割を超えて、7割に近い国民の皆さん方が、憲法を見直すべきだと、こういうような状況になってきて、一つの私はチャンスだと思っております。で、日本維新の会は、先の通常国会で14回憲法調査会を開きまして、熱心に議論をしてまいりました。今の憲法は1章から10章まであるわけでございますけれども、その他に前文と非常事態の項目がないわけでありますから、非常事態という形で、14日間熱心に議論をして、そして通常国会の終盤に中間報告を全部のマスコミを呼んで発表しました。その中には自民党の案と同じように天皇陛下を元首にすると、こういうことまで明記しているわけであります。しかし、マスコミというのは日本維新の会の東と西の対立はすぐ記事にしますけれども、中間報告は一切記事にしない、こういう私はマスコミのあり方にも疑問があるわけでありまして、62名のいる公党が中間報告で全マスコミを集めて発表したのに一行も書かないというのは、私は異常な状況だと思っておりまして、あえてこのことは言わせていただきたいと思っているわけであります。我が党の共同代表の石原慎太郎氏は、憲法廃棄論、こういうふうに言っております。ハーグ条約だとか、ウィーン条約の中で、戦いに勝った国が負かした国の基本法の憲法は一切いじっちゃいけない、こういうことがあるんだから、今、成立過程で申し上げたように、一方的に強権でもって押し付けてきた、こんなのは全く無効なんだから廃棄すべきだ、そして時代に合った憲法を作るべきだ、で、法理論を言う法学者もこの方法に関しては異論を差し挟むことができない、でそのぐらいのことなんだからこれをやるべきだ、こういうふうに言っております。本会議のその石原さんの質問に対して総理は答弁で、帝国議会で決めたことでもあると、こういうふうに言われました。しかしその帝国議会で決めたのも強権の下で決められたということは、私は事実だと思っております。しかし私は戦後、成立以来あらゆる法律や条例、さらには条約というものがこの憲法でできてきたんだったから、私は一概に今の憲法というのは廃棄するということはなかなか
問題があると思っておりまして、そういう意味では総理が提唱している96条を改正をしてやろう、まあ、これは自由民主党の考えでありますけれども、この96条改正についてのご所見をお伺いしたいというふうに思います。安倍内閣総理大臣。この96条の改正についてはですね、これは御党と同じ考え方に立っていると言ってもいいんだろうと、このように思うわけでございます。先ほど申し上げましたように、憲法の成立過程はいわば日本が占領下にある中において成立をしたわけでございますし、その際ですね、しかし手続き的には帝国議会において成立をしたということであり、すでに成立をして64年経ているということもあるわけであります。同時にですね、しかしこの現行憲法を作る際において、では選挙においてですね、選挙においてまずこの憲法を帝国憲法から新しい憲法に変えるということを争点に国民に問うたかといえばそうではないわけでありまして、つまりこれは当時の占領国連合国によって作られたものにですね、修正を加えたものを帝国議会で可決し成立せしめたということではないかと、こう思うところでございますが、そこで96条についてはですね、衆参それぞれ3分の2以上の発議がなければですね、国民投票を行うことができないわけでございまして、ということは衆参どちらかにおいてですね、3分の1を少し超えればですね、国民は指一本触れることができない、あるいは5割6割の皆さんがこれは変えたいと考えていたとしても国民投票は行えないということはおかしいではないかという考えであります。もちろんこの改正を行うためにもですね、それぞれ衆参両院で3分の2を得てですね、そして国民投票を行うわけでありまして、その前に3分の2にするかという、誤解もあるようでありますが、それはまず2分の1にするという誤解もあるようでありますが、まずは3分の2、3分の2という現行の規定通りの、このハードルを超えた後国民投票を行いですね、そしてそれを2分の1にする、そしてしかし2分の1にしたところでですね、これは今の、国民投票の条件は全く変わらないわけでありまして、つまり、我々が、目指すところはですね、憲法というのはやっぱり国民の皆さんに決めていただく。普通の法律はですね、国会において国会議員が決めればそれで完結をするわけであります。憲法とは何かといえばそれは国民が決めるんです。国民投票によって国民が決める、この原点に戻ろうではないかというのが我々のお考えであると、こう思うところでございます。平沼武雄君。我々の考え方と相対差はないと、こういうことで今お話を伺って安心をしたところであります。で、次は教育の問題についていろいろお話をしたいと思っているんですけれども、私は国語議連という超党派の議員連盟の会長をしております。で、今東京の世田谷区がですね、特区制度を利用して、国語教育というのを行っているわけでありまして、議連の有志で世田谷区立船橋小学校1時間見学をしてまいりました。で、その時にこんなちっちゃな小学校2年生の子どもにですね、毛法年の春行という詩を教えていました。これは春眠暁を覚えず諸々丁重を聞く、やらい風雨の声、花をつること知る多少、こういう春行の詩を小学校2年に教えてた。で、小学校1年では40字ちょっとしか学ばないですから、春行の春という字は分かりますけれども、その次の眠るという春眠の眠というのは分からないんですね。しかし黒板に書いて先生が、春眠というのは春眠ることですよ、暁っていうのはみんな知らない、2年生だから、これは明け方を意味しますよ、それを覚えずっていうことは寝心地がいいから、明け方が知らないで寝過ごしちゃったっていうような、そういう意味ですよっていうと2年生の頭に全部入るんですね、漢字を含めて。そして1次元の授業が終了するときに2年生の小学生が全部春行の詩を暗記したんです。で、私はその授業を見ててね、つくづく感じたんですけれども、
幼児っていうのはこういう特異な才能を持っているなと。そして江戸時代は、まあ、全国に2万あったと言われておりますけれども、寺小屋では読み書きそろばんと論語を教えたと。でこのことがやっぱり日本人の資質を高めたんだと。だから明治の近代化というのもですね、それをやりきることができたというのは、こういう教養を当時の日本人は持ってたんだと。だからこういう教育は私の大切だなということをつくづく感じて、その授業を参観をいたしました。授業が終わって世田谷区の教育長といろいろ話をしました。そして私どもから素朴な質問として、どうして世田谷区だけでこの授業が世田谷区だけでしかできないんですかと、もっとどんどん広めたらいいじゃないですかと言ったら、実はこの授業ができる教師を養成することが大変なネックになっているんだと、こういう話でした。ですからその修行の師の授業、これができるまでには教師に200時間勉強をしてもらったと、こういうことなんです。で私どもはやっぱり今の日教組の在り方や教育委員会の在り方、例えばもう残念な話ですけれども、100メートルの徒競走をすると1番の子も足踏みをしてゴールの前で待ってて、ビリの子供が来るまで待ってて、横に手つないで1列で入る、で子供に優劣をつけちゃいけない、こんな教育がまかり通っているわけであります。そして日教組の先生方というのは、それはいろいろ異論があるかもしれませんけれども、教師というのは労働者だと、もうこういうことを言い切ってですね、そして、まあ、組合運動に専念をするというような、そういう状況に相なっているわけでありまして、私は幼児教育の大切さというものを、その世田谷区立船橋小学校の授業参観で痛感をいたしましたけれども、文部大臣の幼児教育に対するご所見をぜひお聞きしたいと思います。下村文部科学大臣。ありがとうございます。私もこの世田谷区立の船橋小学校を視察したことがございます。これは大臣になるかなり前の話でございますが、ここは平沼先生ご指摘のように、文部科学大臣が指定する教育課程特例校特例制度に基づいて、教科日本語を設置して、もう小学校1年生からですね、短歌や俳句、漢詩を音読暗唱するなど、古典、指導や日本の伝統文化に関する学習の充実を図っているということで、これ大変に素晴らしい、取り組みであるというふうに私も、感銘をいたしました。こういうふうな取り組みがですね、他の学校でも行われるべきではないかというふうに私も考えております。幼児教育についても、これは幼児の時の教育というのは一生その後ですね、大変な付加価値として成果効果の高いものでございますし、もっとしっかりとしたことを取り組んでいかなければならないというふうに思っております。そのために来年の4月からぜひ幼児教育の無償化に向けた第一歩を進めるように、今文部科学省の中でも概算要求をしているところでございます。またその中で義務教育の一環の位置づけの前提条件の中で、先の教育基本法の改正の中でも幼児教育の重要さというのは位置づけられました。今後ともしっかりと幼児の頃からにおいてもですね、より国が教育における充実について取り組んでいくようにしていくことが必要だと思いますし、それをしっかり取り組んでまいりたいと思います。委員長。平沼武雄君。大変真摯に考えてくださっているということで安心をしたわけであります。鈴木伸一という、有名な先生がいて、これは日本よりも、世界で有名なんですけれども、鈴木メソッドといってバイオリンを通じての幼児教育というのが
非常に大きな効果を上げています。私はその鈴木伸一先生と対談をしたときに、彼はバイオリンを弾く音楽青年で長野県の出身ですけれども、名古屋に下宿をしていた。我々は何にも気がつかないことですけれども、下宿の子どもが3、4年経つと完全な名古屋弁をしゃべると、これはなんかそういう得意な能力というものは幼児期に持っているんじゃないか。だから下宿の子どもに自分の得意なバイオリンを一曲教えたら完璧に弾くようになったと。これぞ幼児教育だということで、鈴木メソッドというのを開発して、日本でも盛大にやってますけれども、世界で非常に評価されているわけであります。大阪に塚本幼稚園という幼稚園がありまして、私が行ってまいりました。幼稚園児ですから、さっきの小学校2年生よりももっとちっちゃな子たちがですね、揃って君が代を歌う、これはまあ当然だと思いますけれども、あの長い教育直後を全部言うんですね。麻生副総理も教育直後は全部言えるということはよく知ってますが、これを黄色い声で全部やる。さらに驚いたのは、その幼稚園児が五箇条の御誓文まで全部言うんですね。で、私は広く会議を起こし万機公論に決すべしというのは分かってますけれども、その他のことはよく分からないですね。それも全部頭に入れてるんです。ですから、幼児教育というのは本当に私は大切だと思っているわけでありまして、ゆとり教育なんかをやっている、そういう問題も含めてこの幼児教育に関して総理大臣の所見をお伺いしたいというふうに思います。安倍内閣総理大臣。まずこの安倍内閣のですね、基本的な教育における方針としては、誰もが日本に生まれたことに喜びを感じですね、そして誇りを持つことができる、誇りに思うことができるですね、品格ある国家を作ることを目指し、すべての子どもたちが未来を信じ、それぞれの夢を実現できるよう、世界のトップレベルの学力と機関士を身につける機会を保障することが教育の大きな目的であり、国にはその責任があると考えております。ご指摘のように、教育にはさまざまな課題があるわけでございますが、その中においていわば幼児教育、幼児教育とあと初等段階の教育は極めて大切であると、このように考えております。どうあるべきかということを今、下村大臣を中心に教育再生実行会議を設置をし、そしてそこで議論を進めているところでございまして、今委員がご指摘になったように、子どもたち幼児段階初等段階においてですね、私たちが思っている以上に子どもたちは可能性を秘めているわけでございまして、私はかつて4年ぐらい前ですが、広島の土蔵小学校、梶山先生、かつて校長先生を務めていたところでございます。ここで反復練習をして、子どもたちがですね、いるんですが、そこでは論語もそうでありますが、その例えば、地域のですね、地域の、立派な人物、文化についてもみんな反復でですね、これは覚えているんですね。で、この反復練習というのは記憶力をですね、強化すると思いがちなんですが、実は想像力にもですね、想像力、思考力を伸ばすことにも大きな実は、影響を及ぼしているということがですね、最近これ分かってきたわけでございまして、つまりそこにですね、例えば寺子屋において正五経をですね、繰り返し暗記をさせた意味があったと、こう言われているわけでございまして、私の地元にはですね、これは全日教連という非常に真面目な先生方の組合がございまして、常に教師はそういうスキルをですね、自ら磨かなければいけないという問題意識を持って取り組んで
もらっているわけでありまして、大変敬意を表したいと思うわけでありますが、萩の明倫小学校においてはですね、小学1年生に入ると吉田松陰先生の言葉を一つずつこう覚えていくということでありまして、1年にこれ入ったときに一番最初に覚える言葉は、今日よりぞ幼心を振り捨てて人となりにし道を踏みかしという言葉を、これ小学生がみんな実は覚えるんですね。ですからそういうことを覚えながら、単に覚えるというよりも実はそれは思考力を刺激しているということでもあるわけでございまして、こういう新たな教育のですね、アプローチについてしっかりとですね、我々もそして現場の先生たちとともにですね、どうあるべきか、そして新たなですね、これはさまざまなこれはアプローチがあるわけでありますから、研鑽を進めていくことが大切ではないかと、このように思うところでございます。平沼武雄君。総理も、幼児教育の大切さということをよくご認識されているということは分かりましたので、ぜひ、幼児教育というものをしっかりと、進めていただきたいなと思っております。次にはそのアベノミクスに関してご質問をしたいと思っているわけですけれども、確かに3本の矢のうち1の矢2の矢というのはうまくいって、株は上がって円は安くなった、輸出産業を中心にして、日本の景気が良くなった。例えば60人の有識者会議でも7割を超す人が景気は回復しているというような、そういう認識を持ったようにも聞いておりますし、また日銀の短観なんかでも景気は上向いている、そして GDP も 3.8 というような形でですね、いい状況になっているということなんです。で、私は地元に後援会が42ございまして、国会がちょうど休みだったので9月で30ほどずっと軍部を訪ねていきました。そしたら軍部ではですね、景気回復の実感がほとんどないんですね。それで彼らが言うには、第三の矢がですね、明確じゃないと。で、来年の4月から消費税を上げるということは非常に心配だと、よく橋本龍太郎内閣の、そのことを言って15年デフレが続いたじゃないか、こういうようなことでですね、地方というのは非常に疲弊しているという事実があるわけであります。例えば、長官では、日銀の発表でもですね、地方もだんだん景気が良くなってきつつあるというような、発表が出たようでありますけれども、実感としては、なかなか厳しいわけであります。で、12月26日だったと思いますけれども、安倍内閣が発足をしたときに、国土強靭化という形でですね、対策室を作って、そして京都大学院の藤井教授というのが内閣の参与になって、いろいろ発表しているわけであります。私も彼の著作を全部読みましたけれども、大変いいことを言っているわけですね。例えば鉄筋コンクリートの寿命というのは約半世紀なんだから、そろそろ耐用年数寿命が来てしまっている。ですから、言ってみればそのトンネルのですね、笹子トンネルの崩落事故なんていうのもまさにそれを象徴するようなものではないか。アメリカでもニューディールの時にたくさん道路だとか橋だとか港湾だとかあらゆるものを作った、橋梁も作った。それが50年経って老朽化してきて、どうしようもなくなって石油税を上げてですね、そしてその修復に努めたと、こういうことなんです。で、私が講演会を回ってみて、まだ地方は疲弊している、そうしたらやっぱり全国にわたって景気の浮揚策をやらなきゃいけない。この5月に、強靭化の基本法、これが提出されたようでありますけれども、これを具体的にですねやっていくということを国民の前に明確に示していく、私は必要があるのではないかと、このように思っているわけでありまして、もう一つ、日本は地震大国と言われていて、
この前の東日本大震災も、太平洋から張り出してきているプレートと大陸から張り出してきているそのプレートが震源地のところでぶつかり合って歪みに耐えられなくなって、震度9というような大地震が発生して大津波も来たわけであります。ですから今の免震構造だとか耐震構造というのは非常に発達をしているわけでありまして、これも全国にわたって国と地方と民間が協力をしてですね、そして具体的な対策ということを基本法に基づいて私はやっていくべきではないかと思います。でそういう意味でですね、強靭化対策をやっている古谷大臣に所見をお伺いしたいと思います。古谷国務大臣、国土強靭化担当大臣。お答えさせていただきます。その前に、冒頭の平沼委員のですね、憲法改正に関するお考え聞きまして、私は改めて敬服をいたしております。初めて私が出馬させていただいたときに、平沼先生にご指導いただきながら、パンフレットに自主憲法制定と書いてありました。私も自らの手で憲法を作ろうと、こう書きましたら、地元の方からそれよりも、いろいろ地元の社会資本の充実をいっぱい書かなきゃダメだよと注意を受けましたが、23年経ってこの憲法問題というのがなって、これは平沼先生のご指導の賜物でございまして感謝申し上げたいと。その上でご質問にお答えします。やはり日本は非常に災害の多い国ですよね。でもその災害に打ち勝っていくということも絶対に必要です。手をこまねいてますのか、いや事前にですね、その対策を講じていくことによって、それはソフトハード両面によってですね、平時から結果として競争力を高めていく。そうすると国も地方もあるいは企業体も強靭性のある組織になっていく。そのことが結果として私どもの成長戦略アベノミクスにもつながっていく。これが我々国土強靭化を進める基本的な考え方であります。まず絶対に人の命を守る、それから致命傷を負わせない、それからできるだけ被害を最小限にする、そして速やかに復活をさせる、これが基本的な考え。でそのためにですね、まずあらゆるリスクを想定しました。でそのリスクに対する脆弱性を評価して、じゃあそのために何を優先して講じていかなきゃいけない、優先順位を ABC、松竹梅で決めました。まず松を徹底的に優先して取り組んでいこうと、こういうことを決めてですね、概算要求にもそれがしっかりと反映をされているわけであります。昨日の委員会でも、この国土強靭化でですね、10年間で200兆円の投資をするのは無駄なばらまきじゃないかというようなご質問がありましたけれども、決してそういう発想ではありません。今申し上げたようにですね、日本の成長力そして強靭性を積むために優先順位を決めて優先重点化をしてやっていくということであります。ちなみに過去ガットウルグライアンの時には10年間で430兆円の公共投資をしているという現実もあります。で今後はですね、今委員もご指摘がありました、議員立法で、減災防災に資する国土強靭化基本法を提出をさせていただき、速やかなる成立を心からお願いを申し上げたいと思います。成立をさせていただければ、内閣総理大臣が国土強靭化本部長として担当大臣を置いて全閣僚が本部員になって、まさしくオールジャパンでこの強靭化を取り組む、そしてその上は国土強靭化大綱を作り、あるいは基本計画を作る、こういう作業をさせていただきたいと思っておりますので、ぜひ御党におかれましてもご支援をいただきますように、やはりしなやかでそして強い国や地域や企業体を作る、これが私たちの強靭化の目的であります。委員長、平沼武雄君。担当大臣から力強いご表明をいただいて、私もありがたい気持ちであります。日本維新の会としてはですね、やっぱり公共事業というものもやっていく必要があるんじゃないか。例えば公共事業費一つ取ってもですね、かつては16兆に近いものがあったんですけれども、今は5兆程度になってしまって、地方の建設業者というのは仕事がなくてアップアップの状況であります。ですからそういう意味でですね、ばらまきだとか談合というようなそういう公共事業はダメだと思いますけれども、やはりしっかりとした形でこの
対策というものを講じていかなければならない。ですから私はこの経済対策の中で減税というものも避けて通れないのではないかと、まあ、こういうふうに思っておりまして、まあ、そういう意味でそういうものが、完備されれば私どもは賛成していくことにやぶさかではない、まあ、このように思っているところであります。まあ、オリンピックは総理の大変な努力で決定をいたしました。まあ、施設費だけで4700億というふうに言われておりますけれども、経済効果はばらつきがあって3兆円という人もいるし150兆あるという人もいます。でこれを何にもしないと東京が全部享受してしまう。だからせっかくの機会ですから7年かかるわけですけれども、全部地方がこのオリンピックの経済効果というものを受け取ることができるような仕組みを使っていかなければならないと思います。サッカーのワールドカップの時もたった1競技ですけれども、カメルーンが大分県に来るとか、そういう形で全国が非常に繁栄をしました。オリンピックというのは1競技であるわけではないんですから、困っているいわゆる地方がこのオリンピックの経済効果というものを享受できるようなそういう方策も取っていただきたいと思っておりまして、まあそういうアベノミクス第三の矢に関しての決意を総理からお聞きしたいと思います。安倍内閣総理大臣。オリンピック招致成功はですね、みんなで頑張れば夢は叶うということを国民の皆様とともに実感できた、招致成功はその瞬間だったというふうに思うわけでございますが、まあ確かに、オリンピックは都市が開催するものでありますが、これはオールジャパンで勝ち取った東京2020年のオリンピックでございますので、東京だけがですねその結果栄えるということに至っては決してならないわけでありまして、この東京オリンピックをですねに向かって大きな目標ができましたから、そこに向かって各地域がですねこのオリンピックの効果を享受できるようにすることが我々の大きな責任であろうとこのように思います。かつてサッカーのワールドカップで我々も経験をしました。各地域がですねさまざまなこの選手を受け入れる、まあ、キャンプを受け入れる、そして担当の国を決める、ということをやったわけでございますが、そういう意味におきましてはこれ、まあ、さまざまな競技があり、そしてもっともっと多くの人々が世界中からやってくるわけでございますから、それぞれの、まあ、都道府県がですね、それぞれの国を担当するとかですね、さまざまなアイデアをどんどん出していただきですね、そういうアイデアを活用しながら各地域がこの7年後に向かってですね、さまざまな、これは施策を考えながら、これはもう来年からですね、もうそういう影響が出る、もうこれは割と早めにですね、観光客は、このオリンピックより前倒しで相当これ増えていくという、効果が出てくるわけでありますから、これは東京だけではなくて例えば岡山県とかですね、そういうところがですね、どこかの国を受けます、あるいはこの東京オリンピックを契機として日本に興味を持った、あるいは文化に興味を持った方々が、それぞれの地域を訪れるような、まあ、そういう工夫をしていきたい、そしてそれをですね、日本のこの、成長につなげていきたいとこう考えております。委員長。平沼武雄君。この件に関して麻生副総理や国土交通大臣にも同様のことをお聞きしたかったんですけれども、あと5分しかございませんので、まあ、拉致議連の会長をしておりますから拉致の問題について、お話をさせていただきたいと思います。まあ、この2002年の5名の被害者が帰ってくるというのことは、当時官房副長官だった総理が大変努力をされてそれが実ったわけであります。でその時8名に関しては金正日は死んじゃったとこういうことを言って、もう北朝鮮では拉致の匂いすらしないとこういうふうにほざいているわけでありますけれども、脱北者なんかの話を聞くと横田めぐみさんをはじめとして、まあ、ほとんどの人が生きているとこういう状況であります。ですから今は、まあ、拉致議連で大変努力をして、古谷大臣なんかも努力を
したわけでありますけれども、まあ、特定船舶入港禁止法でありますとか改正外為法なんていうのを作ってですね、経済制裁をやって、これはそれなりに効き目があるわけであります。で、側聞するところによると、まあ、自衛隊の人たちもですね、許されれば自分はもう不当なあの拉致に関しては自分が行って救出していきたい、こういうことを言い切っている人もいるわけであります。ただ法治国家でその法整備ができてないわけでありまして、まあ、この問題、安倍総理も古谷担当大臣もこの代で解決をしたいと、こういうふうに言っておられますので、ぜひ拉致問題についての決意をお聞かせしたいと、お聞かせいただきたいと、このように思っていますので、よろしくお願いします。安倍内閣総理大臣。小泉総理とともにですね、平壌を訪問してからもうすでに11年が経過をしているわけでございまして、まあ、未だに北朝鮮側から死亡したと言われた方々をですね、奪還できていない、大変残念でならないわけでございます。被害者のご両親、だんだん年を重ねてこらえました。自分たちが元気なうちにという思い、我々も痛いほどこれは感じているわけでありました。まあ、そこにおいてはですね、平沼会長と同じでございまして、私たちはずっと一緒にこの問題に当たってきた古谷刑事議員をですね、拉致担当にしたところでありまして、安倍政権の間にこの問題を解決をさせていきたいし、めぐみさんのご両親をはじめですね、拉致被害者のご家族の皆さんに自らの手で子どもたちを抱きしめる日が来るまで我々はその使命は終わらないと、こう決意をしている次第であります。いずれにせよこの問題は圧力に重点を置いた対話と圧力のせいでしか解決しないわけでありまして、キム・ジョンウン氏にですね、この問題を解決をしなければ北朝鮮の未来はないんだということをしっかりと認識をしていただいて、この問題に正面から取り組んでもらえるように全力を尽くしてまいります。委員長、平沼武雄君。大変の力強い決意を聞かせていただきました。最後に古谷担当大臣も決意を述べてください。古谷拉致問題担当大臣。平沼議員におかれましては拉致議連会長として私どもと一緒になってこの問題解決のために取り組んでいただいて感謝申し上げます。ただ残念ながらまだ解決に至っていない、これは熟知たる思いでございます。私は724人国会議員がいる中で安倍総理はこの拉致問題に一番思い入れの強い議員だと、そう確信をいたしております。第一次安倍内閣の時に拉致対策本部が出てきて担当大臣が置かれました。7年前でございます。しかしその後残念ながら政権が不安定になりまして、ほぼ毎年総理大臣が変わってしまいました。今般は衆参両院の選挙において、まあ、私どもに、まあ客観的に安定した数字をいただきましたので、今こそこの拉致問題を解決するチャンスだと思っております。ぜひ平沼議員におかれましても御党におかれましてもですね、この拉致被害者を全員取り戻す、我が政府の今度の基本方針は政府認定の有無に関わらず全ての被害者を取り戻す、そのためにありとあらゆる政策を講じていく、対策手段を講じていく、それは手段でありまして目的は全ての拉致被害者を返す。で、今時間がないということもおっしゃいました。その通りであります。しかし私は一つここであえて申し上げたいのは、前政権の時に松原元、担当大臣がですね、拉致被害者家族がいなくなってから拉致被害者が戻ってきても解決ではない、これは、北朝鮮日本に残るですね、永遠の問題になってしまうと非常に勇気ある発言をしていただきました。すなわち時間のないということは北朝鮮も同じだと、私たちが政権が変わってもこの考え方はしっかり共有をしていきたいというふうに思っております。ぜひともオールジャパンでこの拉致被害者を取り戻すためにみんなで頑張ってまいりたい、よろしくお願いを申し上げたいと思います。延長終わります。どうもありがとうございました。